じゃあこんにちは。さて、はい、あれ今日なんかちょっともしかして違います？いつもと話す、今ずっとキャンプのことやってた。いや、キャンプのことだけど、はい、やっぱ選手にとっては大事なことをしゃべる。選手にとってバットのこと？いや、バットのことじゃなくてやっぱ背番号だな。やっぱ背番号の思い入れっていうのはすごいじゃない。はい、車のナンバーにしたりだとかさ、はい、そういう人たちもいるじゃん、うん、で、まあセンス抜群だって言ってた八百板、巨人の育成から支配下選手になったよね。はい、あ、よかったなと思ったよ、うん、で背番号何番だと思ったら、はい、51番。すごい、51はもらえたんですか？でもさ、昔ってさ、51って言ったらすごく大きな番号で、うん、なんかレギュラーにすごく遠い番号じゃないって思った時代もあったわけね。まあ、一桁だったり、二桁の、うん、あの前の方だったりとか、ね、はい、だからイチローからちょっと変わってきて、はい、51番っていうのが、ね、まあ、51番で代表されるのが、うん、まあ、イチローでしょ。そうです。で、今現在つけてるのが DeNA の宮崎、はい、で広島の小園、はい、ソフトバンク上林、うん、でメジャーで代表的なのがランディ・ジョンソンだったよね。結構いい、いや結構いるんだよ。いや、それで、はい、DeNA の前身、はい、その前に誰がつけてたかって言ったら、うん、鈴木貴則。お、すごい選手がつけてるんですね。首位打者取った、はい、で宮崎も51番で首位打者取ってるわけ。あれ、じゃあ伝統になってます。だからイチローは200本打って以来、はい、ずっと首位打者でしょ、パリーグ51で、はい、で宮崎も取ってる、鈴木も取ってる、はい、DeNA では、うん、で広島の小園の前、はい、とか見てみると、はい、鈴木誠也がいる。あ、そうだったんですね。鈴木誠也も首位打者取ってるでしょ。はい、すごい。中日は強打、そうそうたるメンバーが、そうそうたるメンバーがつけてる。51を経てるんですね。そうだよ、それを八百板がつけることになった、はい、巨人の51番。すごい。これ巨人ってそういうのあるんですかね、巨人の51番っていうのも。なんか、いやー、やっぱ若い番号だよね。本来だったらそうですよね、巨人はね。はい、51って言ったらファンの選手かなとか、はい、いろいろ想像がつくけども、だけど51番っていうのはさ、今やプロ野球を代表するようなヒットメーカーにつけさすような番号じゃない。これもしかしてそれを八百板選手が知っていて51がいいですっていうふうに。いや、やっぱりね、外野手で、ね、はい、ああいうタイプのヒットメーカーのタイプで51番を嫌がるやつはいないよ。いや、そうですよね、うん、今までのメンバー見ても。だからここら辺が原監督の粋なところで、はい、お前も一郎みたいになるみたいなさ、そういう意味合いも込めて51番をつけさせたんだと思うよ。でしょうね。だからこの八百板にとっての51番というのは一生忘れない数字だよね。いや、そうです。で、こっから経てまた若い番号になって、うん、そう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 、だからみんなそのなんていうの、鈴木誠也も、うん、一番になったりだとか、うん、そこから出世して番号を変えていくっていう選手がね、たくさんいるけども、はい、でも51番っていうのは出世番号だよね。いや、すごい。だから良かったなと思ってさ、育成で頑張ってきてね。そうですよね、うん、背番号のに負けないぐらいの活躍をしてほしいですね。そうだね、うん、それで、はい、出世番号といえば、はい、俺はあの気になる番号がさ、すごくあってさ、大きい数字で、うん、なんだろう、63番っていうのがやっぱり出世番号っていうね、はい、なんかそういう認識があるのね。それ昔からですか？うん、いや、それで、はい、やっぱ調べてみたんだよ、うん、63番ってどうなんだろうって。いや、それはね、ある程度の番号をつけてれば、ああ、こういう選手もつけてたんだっていうのは、それは調べれば出てくるかもわからないけど、うん、なんか63番って各球団の63番って気になるんだよ。はい、なんでかって言ったら、なんか出世しそうだから。はい、で誰がいるんだろう。今広島でつけてるのが西川。おお、西川、龍馬選手。そうそうそう、はい、その前が丸、うん、あ、そうなんですね。丸選手63だったんですか？そう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 。へえ。で DeNA、はい、今関根がつけてるけど、うん、その前っていうのは梶谷がつけてる。お、すごいね、はい、やっぱ出てくるでしょ。で、阪神、うん、板山っていうのが今つけてるんだけど、はい、その前誰だと思う？いや、誰？九十三誰だろう？当初の新庄、はい、若い頃の。え、新庄さんつけてるんですか？新庄も63なんだ。へえ、わ、知らなかった。で、はい、今阪神のエースになってる西勇輝も、はい、オリックス時代、はい、若い頃に63つけてる。あ、P
ピッチャーでつけてたんですね。ピッチャーでも つけてるんだよ。あ、そうなんですね。そうそうそう。で、中日はドナウエ、はい、はいはいはい。で、日本ハムは今年開幕投手に指名された上沢がつけてたんだ、はい、あ、ピッチャー2人つけてるんですね、西投手、そう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 、上沢投手って。いや、だからやっぱ番号によってさ、はい、出世していくなとかさ、うん、そういうのがあるんだよね。なんかあるんですかね、こういう、なんでしょう、 霊的なものとは言わないですけど、まあまあ、この世の中って数字に支配されてるじゃない、はい、で、やっぱ数字じゃない、はい、だからそういう持ってる意味合いがあるんだと思うけどね。ああ、そうなのか。ちょっと宗教的になってるけどさ。いや、でもね、画数とか数字ってありますよね。で、はい、俺が背番号16の時に球団から言われて、はい、背番号3番つけないかって言われたのね、はい、他に何番がありますかって言ったら23って言われたの、はい、で、やっぱり長嶋さんに憧れるわけじゃない、うん、で、3番をつけたんだけど、はい、23をつけてたらとんでもない選手になってた。え、そういうことですか。いやいや、やっぱりさ、青木がつけて1番になったり、山田哲人がつけたりだとか。23、そうだったんです。そうそう、 DeNA ではあのロバート・ローズ。おー、ローズも。ローズで、はい、今やオースティン、はいはい、オースティンがつけてるでしょ、はい、そう、ホームランの率が一番高いという、はい、まあ23というのは誰でもつけやすいじゃない、なんかまあ出世するかなみたいな、うんうん、でも23っていうのもなんか気になる数字。お、じゃあ、あの時に3じゃなくて23を選んでたらまた何か違ったもの。いや、もっとすごい選手になってたもん。まあこれも分からないけどね。けどでも3番というのは出世番号じゃなかったんだよ、太陽時代。え、今太陽ってその後豊さんの3引き継いでる人ってどなたか。いや、もういろいろ引き継いでるよ。いやいや、もう俺の背番号大事にしてくれよって思うけど、はい、だけど、うん、その23をひっくり返した32、はいはい、これも気になる。なんでですか。やっぱ32っていうのも結構出てきてるという、うん、出世番号、俺の中ではね。へえ。だからやっぱ背番号を1つつけるにしても、うん、やっぱりいろんな意味合いがあるし。そうですよね、うん、その選手にどうなってもらいたいかっていうのがあって、はいはい、ダメな背番号っていうのも俺の中であるんだけどさ。ちょっと言ってるのは何ですか。いやいや、それはつけてる人がいるから。あ、でもほら、豊さんの中でですよね。別にその画数とか、ああとかではなくて、豊さん的になんか、ああなんかちょっと敬遠しちゃう。引っかかるのは何ですか。14番。それイメージで。なんかイメージが悪いんだよ。あ、14で短命に終わるというかさ。そういう選手もいたんです。なんかそんなイメージがあるんだよ、俺の中で。はい、だから、うん、14はもし俺がチームを預かるようになったら、14は外してもらう。だからその空き番、空き番にして、廃止ではないですけど空き番にするってことですよね。でもどうしてもっていう人だったらつけさせてあげるけど、これが欲しいんですっていう、絶対欲しいって、うん、そう、思い入れがあると違うじゃない。でも俺の思い入れの中に14はない、はい、14だけですか。他には14だけは他ないないんですね。でも出社番号って言ったら23、32、うん、51、63、これなんですね、うん、これが若手につけさせたい番号なんだよね。だから今挙げたいい番号でちょっと調べていくと、他にもいろんな出世した、ね、ああ、それはいるけど、俺の感性、感覚の中ではね、うん、だから八百板の51番っていうふうに聞いた時に、うん、ああ、こいつは運がある選手かなと思ったよ。あ、もしかしたら運持ってるかもしれないですよ。いやいや、本当に、うん、ああ、これはいい番号もらった、感謝しないといけないよと、うん、でもこの背番号に恥じないような働きをしなきゃいけないし、はい、努力も惜しんじゃダメだよっていうふうに、ん、やっぱメッセージを送りたいよね。ですよね、うん、あと私は14を歴代誰がつけていたのかをちょっと調べたくなったのと、いや、ちょっと怖いからやめな。あと以前、去年、一昨年、都市伝説っていう動画を回した中で、うん、巨人の呪われた背番号っていうのをちょこっと話したじゃないですか。まあ話したな。今ここでね、あえて言わないんじゃないですけど、まあ、気になる人は動画見てほしいけどさ、都市伝説を見て、うん、まあ、そういうのもあるんだなって。いや、一つ数字一つにとっても全然違うんだ、ね、いや、だって顔のように、自分の顔のように大事にしていくからさ、その数字はね、はい、でもまあ八百板から話をちょっと膨らましたけど、はい、でも51ね、輝けるようにグラウンドにね、はい、頑張ってほしいと思います、ね、そして都市伝説の動画もぜひ皆さん見てください。